一世の子。不王が、アレクサンドロス一世に敗れて殺害されると流刑になった。紀元前147年、クレタ島からの傭兵を率いて、シリアに戻り、プトレマイオス朝エジプトの王プトレマイオス六世の指示を受けて、その娘のクレオパトラテアをヒとした。紀元前145年のアンティオキアの戦いで、アレクサンドロス一世を破って即位した。 アレクサンドロス一世の将軍であったディオドトスがアラビア半島へ逃れ、アレクサンドロス一世の維持であるアンティオコス六世を擁立して挙兵すると、その軍勢に敗れてアンティオキアを失い、セレウキアに移った。アンティオコス六世の死後、自ら王を称ししたディオドトスとの内乱が続く中、パルティアのミトラダテス一世によってスーサやエリマイスを奪われた。紀元前140年、 失地奪還のためにバビロニアに向かったが、紀元前139年にミトラダテス1世に敗北してその捕虜となった。デメトリオス2世が捕らえられた後、その弟のアンティオコス7世がクレオパトラテアと再婚して即位した。パルティアの旅衆となったデメトリオス2世は二度逃亡を試みたが、いずれも失敗に終わった。しかし、パルティアでのデメトリオス二世は、 政治的な理由から、低調な処遇を受け、ミトラダテス一世の娘のロドグネをとした。紀元前129年、アンティオコス七世との内交を狙ったパルティアに、解放されて、シリアに戻った。同年にアンティオコス七世は、パルティア相手に戦死したため、弟と再会することはなく福井した。プトレマイオス朝の共同ファラオであった。 クレオパトラ2世からの誘いを受けて、エジプト遠征に向かったが、その弟のプトレマイオス8世の反撃を受けて、撤退した。プトレマイオス8世は、シリアの対立王として、アレクサンドロス・ザビナスを擁立し、シリアに侵攻した。紀元前126年に、デメトリオス2世は、ダマスカス郊外の戦いで敗北して、プトレマイスに逃げ帰ったが、 火のクレオパトラテアに見限られて、門を閉ざされ、船でティルスに逃れようとしたが、捕らえられて殺害された。ティルスで下船した後に殺害される、デメトリオース二世を描いた、フランスの細密画。ありがとうございます。